シャンメリーの炭酸飲料である。日本独特の飲料であり、日本におけるクリスマスパーティーの定番となっている。年間の生産量はおよそ1500万本。法律により大手飲料メーカーは生産しておらず、中小のメーカーが製造を手掛けている。綴りはシャンメリーとする場合がある。シャンメリーは全国シャンメリー共同組合の登録商標である。シャンパンのシャンと メリークリスマスのメリーを語源としている。シャンメリー容器としてワインボトルに似た形のガラス瓶が使われている。容量は3 6 0トルだが2007年により各社が投入したシャンセーヌでは6 0 0トルの大型ボトルが使用されている。線には真上に押し上げて開けるタイプのものとスクリューキャップ式のものがあるがいずれも回線時にポン。 という音が出るようになっている。糖類、酸味料などを混ぜて作られる。メーカーや銘柄によってといった原料の使用、不使用が異なっており、など様々な味のシャンメリーが存在する。1947年、東京の飲料業者が、新中軍で飲まれていたシャンパンをヒントにシャンメリーを開発した。当初はソフトシャンパンと呼ばれ、キャバレーなどの料飲店を中心に出荷されていた。 高級品であった。後に多くの中小飲料メーカーがソフトシャンパンの製造に参入し昭和30年代には乱売合戦が起きるまでになった。粗悪品も横行したことから市場の適正化などを目指して全国ソフトシャンパン協会が結成された。1966年フランス大使館が日本外務省に対しシャンパーニュ産発泡ワイン以外の商品に シャンパンの表示をさせないよう申し入れた。1972年、全国ソフトシャンパン共同組合が、シャンメリーの商標登録を出願し、翌1973年から、ソフトシャンパンは、シャンメリーに解消された。1977年、中小企業の事業活動の機会の確保のための、大企業者の事業活動の調整に関する法律に、基づき、 ラムネ等と共にシャンメリーが中小企業の生産分野品種となった。これにより大企業はシャンメリー製造に参入しにくくなった。例年のクリスマスシーズンにはスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでテレビアニメのキャラクターをパッケージに採用したシャンメリーが販売されている。ありがとうございます。